アクセルだと思っていた相手はいつの間にかエディに嫌がえ、ただでさえ不利な組み合わせだったアクセル戦が今度はエディになって帰ってきた。あ、南大阪の最強のポチョ使いがエディに挑む。中段ガードゲランガード、だがこれはゲロボールは、おーっと青色なら変えていた。あーっと足払いかな、出してしまったがカウンター伸びて一本選手は帰るエディ。ハイジャンプ P だった、おーっと決裂物、足払い、8番フェイントからポチョバス、チャイス当たらない。さあ前ハイスライド、おっと暴れてしまう、あっという間に取り返した。16カウント1ラウンド取り返す QL ポチョムキン、さあ招いて中段ガード、下段ヒット、ここから確実にバーム、バーストゲージは止まったか、なんとかしないと死んでしまう。さあこの体力差、ワンチャンス結びつくことができるのか。さあエメガだったがちょっと伸びるが怖い、ジャンピー連打、引きずり下ろしたいが距離が離れる。ジャンピー体力差がじりじりと狭まってくるが、ジャンハイジャンディこれが痛い、捕まってしまって、まだしのぐ、まだしのぐが、さっさディガーフが飛んできて勝ったのはカエル君のエディ、カエル君のエディが2位通過となります。